はい、皆さんこんにちは。今私はですね、プラハから東へ90キロ離れたところですね、エルベ川、ラベ川のそばにありますクラドルビーナトラベンという小さな町に来ています。ここの町にはですね、国立、種馬飼育場っていうんですかね、それがありまして、すでにもう400年以上の歴史があり、世界でも非常に古いですね、種馬飼育場になります。今日はですね、この見学コースがちょうどね、タイミングよくありましたので、馬の種類等ですね、ご案内しながらこの飼育場を見学したいと思います。さあ、1時の見学がね、始まりまして、複数人ガイドさんと一緒に回っています。もともとペルンシュテイン家所領でしたけど、ハプスブルグ家に贈呈されて、1563年にマキシミリアン2世が種馬飼育場を設立しました。当時王侯貴族や高位聖職者の間で美しい馬が流行ったので、種馬飼育場がね、必要となったんですね。そしてルドルフ2世が皇室御用達に指定した1579年が公式設立年となって、1918年までその地位を確立しました。現在は国立種馬飼育場として500頭の馬を飼育していまして、そのうち250頭は白馬です。白馬はここクラドルビーで飼育しています。他の馬はクラドルビーから南西だいたい35キロほど離れたところにあるスラティニャーニーという飼育場ですね、そこで飼育されています。その白馬は主にスペイン馬とイタリア馬を交配させて誕生し、コ・クラドルビーサンバとして知られています。今日でもチェコではプラハ城での式典や騎馬警官の馬として見ることができます。また外国ではデンマークのコペンハーゲンで女王マルグレーテ2世の祝典で金箔塗りの馬車を6頭立てで引いたりとか、あとはですね、スウェーデンの、王室警備隊のトランペッターを運んだりもしていて活躍しております。それではお馬さんの登場です。はい、見学が終わりました。さあ、白馬が飼育されていますね。かっこいいね。
味しいかお前。